今日は雑談ですね。あ、でも一個用意してきたんだよ。3年前の加賀姉妹の誕生日の様子を見てみようと思って。あのクソカオスだからさ、ちょっとみんなで見ようよ。3年前の加賀姉妹の誕生日。え、見たことある人いるかな。今ね、そのね、動画ね、非公開にしてるんですけど、みんな見たことあります？何人見たことあるかな、リアルタイムで。3年前の加賀姉妹ない？見たことない？ないでしょ。ないよね。そう思って3年前のアーカイブをちょっと撮ってきたんで、みんなで見るか。 CD のやつです。そうです、こちらですね。じゃん。はいこれです、これです。見ますか。しました。ということで、はい、あるんですか、 V を。え、見たい。 V 振りしていいですか。うん、ますよ。これちっちゃいな。VTR? なんか VTR があるらしいんだよね、この時。おはるくん、すーちゃんとなふちゃん、はい、誕生日、はい、おめでとうございます。はい、ありがとう。イエーイ、パチ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 。はい、二人ともね、誕生日おめでとうということで、渋春からの誕生日メッセージ動画でございます。まだ土食ってた頃のはるくんだよ、これ1回目の最強決定戦の時もう多分直前に2人がデビューして、でまあそのまま大会出てもらって、でまあそのままこう3年前のはるくんのメッセージかみしめるわという感じだったと思うんですけれども、ね、ちょうどこの動画が見られるであろう、ね、2週間後ぐらいに第2回の大会が控えてるということでね。大会がなんか、あ、V 祭？一つ PUB じゃない？加賀姉妹、はい、お二方の大会での応援を僕は応援しておりますので、頑張ってください。ありがとう。また PUBG でも APEX でもやりましょう。やりましょう。こん時は APEX あったんだ。誘ってください。最後までこっちを見てくんないよ。また僕からも誘ったり。最後までこっち見てくんない。はい、というわけで誕生日おめでとう。最後までこっち見てくんない。ありがとう、はるくん。最後の最後までこっちは見てくれなかった、うん、ね、全然目合わせてくれなかった、まあ、そういうね、そういうはるくんなの、まあ、最強決定戦のね、うん、企画進行運営をね、そう、まあ、全部はるくんがやってくれてて、うん、本当にね、ありがとうございます。参加させていただきますって感じで、うん、ありがとうございます。今回もせっかくメッセージくれたのに、なんか私たち夫婦被害ばっか言ってる。株下がった、株下がったよ。めっちゃキュルキュルしとったね。いや、もう一個あんのよ、これ。ちょっとメッセージ終わりじゃない？まだある、まだある、まだあるの、あるの。何？ツイート、あと50件、あと50件頑張ってください。これね、なんかね、ビンゴやってたのよ、この配信。今見てる人みんなあと1回ずつツイートしたら終わる。え、スーちゃん、ナツちゃん、改めてお誕生日おめでとう。クラちゃん、クラちゃん、クラちゃん、クーちゃん、大好きツツ。はい、ありがとう。あ、スーちゃん、ナツちゃん、おめでとう。ロナロロ、ありがとうございます。ロナちゃんの真似します。はい、ロナちゃん、壊れてるわ。突すぎていくぞ。はい、どうぞ。どうぞ。ハッピーバースデーとなんかレイドさんだった。ハッピーバースデーとハッピーバースデーとカガナズナンドカガズミレイ。ハッピーバースデーとハッピーバースデーとハッピーバースデーと。はい、はい、お二人ともこんばんは、こんにちは。白雪レイブです。加賀なずなさん、加賀すみれさん、改めて誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとう。よかったね。はい、これでまた一歩お二人も大人のレディに近づいたんじゃないでしょうか。はい、
そんなことないです。ちょっと毎月のお友達代が払えてない件については、本当お金に余裕ができ次第なんとかします。おっと、これは裏の話でしたね。失礼いたしました。こいつ後で呼び出しだね。2人にとって体育館裏にいい一日になりますように。はい。はい、うん、祈ってます。ありがとう。これからもよろしくね。白雪レイドでした。またね。ありがとうレイドくん。ありがとう。ありがとうレイドくん。ありがとう。てな感じですね。ありがとう。ね、ちょっと何してんだこれ。え、もう、え、スーパーかわいい。なんかこんな顔で言っちゃって、すみません本当に。なんかもうちょっとママの素敵な目が隠れてるんですけど、なんかママが産んでくれた。すみません、なんかこんな、これ3年前の私たちです。若かりし頃の。よかった、あの本当に、うん、私たちはみすみママのもとに生まれてよかったなって。グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう、何作ろう。右手はグーで、左手もグーで、逮捕。麻薬所持の方に逮捕する。やばいって、やばいって、やばいって、こいつがやってやばいってやってること、麻薬所持とか言っちゃってるし。うつもりだぞ。やばいって。つもりだぞ。つもりがそんなことすると思うのか。3年前やばくない？恥ずかしいんだけど。ちょっと待って、みんなこれ恥ずかしくない？見てて。今日のパーティーどうでしたでしょうか。どうでしたでしょうか。そうだ、ちょ、この時のなんか前回のこの配信の再生回数1697回です。デビューするって、はい、はい、嘘を言います。恥ずかしいね、これね。嘘だ、あれは。おーい、今、しまさんがスーちゃんにプレゼントだけ。はい、次。はい、楽しい。あ、これ昔のかがしまですね。もうこんなもんすね。こんなもんすね。はい。こんなもんですね。恥ずかしい。恥ずかしい、昔のうちたち。なんてことしたんだ。なんてことしたんだ。3年前、やばすぎるよー。